えねえよな。宝石盗むぞ。あのですか。あの子を盗めばいいんですね。あなたの股から雨を降らせてみせましょう。誰がてめえのうんすじついたブリーフ買うんだよ。急な殺害予告。この回答決定は彼しか言わんや。はい、どうも。グループツアーやっている女子大体ピッチ、どうもロキポンです。今日もグループツアーに声真似で乱入していきたいと思います。今日声真似するキャラクターは怪盗キッドでいきたいと思います。まあ、前はね工藤新一でね勝手に事件を起こしたっていうとこだったんですけど、今日は怪盗キッドということでツアー相手の皆さんの心をねバーローのバーローのバーローにしてやっていきたいと思います。お、怪盗キッドが来た。お、最初が肝心ですからね、いくぞ。レディースエンドジェントルメン。この中に鈴木財閥の宝石をバーローされて迷惑だって思っているやついる？もう予告状出してんのにバーローなってるやついる？いねえよな。宝石盗むぞ。僕は常に泥棒をやっていますが、今日は何を盗めばいいんでしょうか。今日は何を盗めばいいんでしょうか。AF って何ですか？あの〇〇ですか？なるほど、あの〇〇を盗めばいいんですね。あの〇〇を盗めばいいんですね。バカもらいっちゃけど、やばい。あとは何を盗めばいいんでしょうか？何が盗めるの逆に。金になるものですね。金になるものですね。じゃあ今まで何盗んだ？ジロキチのジジイからいつも宝石ばっかり盗んでますね。その後でメルカリで売って金にしてますね。お前多分転売屋じゃん。転売屋じゃん。誰が転売屋だバロー。今まで何転売したん？宝石、ライブチケット、家電製品とかですかね。じゃあちょっと実際にここにおるさ、二人の女の子盗んでみて。ちょっとユキが俺の彼女なんだよ。彼女さんを盗めばいいんでしょうか。 NTR すればいいんでしょうか。僕はそうね、それで行ってみようか。それで行ってみよう。ユキミをちょっと盗んでみて。私は泥棒であると同時にマジシャンでもあります。今日はあなたの心というビッグジェールを盗むと同時にあなたの股から雨を降らせてみせましょう。ピザの泥棒ってどういうこと？ピザの泥棒ってどういうこと？誰がピザの泥棒だ。ピザの泥棒だバロー。ピザの泥棒だバロー。とりあえずこの中で一番金を持ってるのは誰ですか？いやー、浮気が持ってるよ。誰だ、誰が金持ってんだおい。浮気は泥棒だバロー。猿みたいな声が聞こえんぞ。普通におもろいんやけど。さっさと答えろガキども。誰が一番金持ってんだ。浮気が持ってるよ。浮気が？浮気が？お、ヒカル来たやん。やっぱお、ヒカルさんが一番お金を持ってるんですか？あ、そう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 。はい。では、あなたの家に盗みに行こうと思います。セキュリティ万全やね。セキュリティ万、マジか。霊長類最強いる感じか。吉田沙織3体勝てねえわ、バロー。こっちおもろいやけど。おもろい？当たり前じゃねえか。では、ピカ君の家に盗みに行きますね、僕は。何を盗む？テレビ、パソコン、通帳ですかね。テレビとね、100万のリザードならあるね。100万のリザードならあるね。100万のリザード？うん、買い取りで100万円のリザードならある。あ、じゃあそれいただこう。盗んでみろよバロー。盗んでやるよバロー。あー、お前家族になったら今言ってねえからな。お前予告状出すかんな。探偵坊主呼ぶんじゃねえぞバロー。鉄の穴洗って待っとけバロー。ピカの一族入ってやん。入ってる。なんだピカの一族って。サークルがあるんや。サークルか。それ入ったらお金もらえんのか。この回答決定は金しか言わんやね。もう無償だったらやらねえぞ。毎月ペイペイ500円払われる。安っ安っ。払ってもらうんだよ。あ、俺が払うの？ピカ君に払う。そう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 。バロー、お前俺のブランド力なめんなよバロー。お前ペイペイ500円って。
まあ、わかった。とりあえずこの中で女性はヒカルさんだけですか？ヒカルはそうで違うね。あ、ヒカルさん男か。女性女性。いや男だろ。なんだよ、女性の下着盗んでメルカリで売ろうと思ってたんだけどさ。うん、めっちゃ売れる。高値つきます、うちの下着。誰がてめえのうんすじついたブリーフ買うんだよ。んだよ、ここ金になるやついねえじゃねえかよ。おい、ピカ君の家、妹売るけん。じゃあ、リザードンと一緒に妹さんいただくわ。急な殺害予告。完全に、はめられたぜ。聞かれんの俺。うち、ゾルディック家雇っとるけさ。最強やろ、怪盗キッド VS ゾルディック家。俺が確実にバーローなっちまうわ。あーけど吉田沙保里一番強いかもしれんね。あー、京極誠と一度やり合ったけど、多分吉田沙保里の方が強えな。ヒカルさんはお金あんまりないの？めっちゃあります。ありすぎてもうスロット行ってました。お前ただのパチンカツじゃねえかバロ。パチンコで満発出てウキウキ。なんか買ったの？出ました。あ、キット買った。今なんて言った？キット買った。キット大好き。よー、話をまとめますが、とりあえず明日はリザードンと妹さんをいただきに行きますね。おー、頑張って。もう明日行くからよろしくな。あー、待っとくわ。ではまた明日明晩21時月下の光の下でお会いしましょう。皆様、今宵のマジックは楽しんでいただけたでしょうか？ではまたお会いしましょう。 See you next illusion。